はい、皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、このワールドというかね、なんですが、なんとこちら、億万長者の、家というワールドでございまして、はい。どういうワールドかというと、もう家具とかがすべて豪華なんですよ。はい。まあ、ちょっと一応、まずこっちちょっと見てみましょうか。これは実は既存の、最初からある、建物なんですけど、まあ、先に言っておくと、まあ、タイトル通り、ヒカキンさんのワールドを、ここで作りました。ワールドというか、家とか、もうその周辺をちょっと作ってみたんですけど、まあ、それはちょっと後ほど説明するとして、こういう感じでね、はい、もう豪邸ですよ。まあ、こんな感じに、もうまた作れるようになりたいんですけど、まずこういう感じの、すごい豪華な、いろいろ置いてあるわけですね。この VR とか。で、テレビをこういう感じでドカーンととか。ちょっとそれももちろんね、ヒカキンさんの本当にオタクを再現とかだったら、まあこういう感じでちょっと作りたいんですけど、今回はね、ヒカキンさんの、マイクラのヒカキンワールドを再現なので、まあそんなに大きくは作りませんでした。でもこういう感じでちょっと後で紹介していくとして、早速、あ、こういう感じでね、あるんですよ。で、こういう感じでちょっとあるんですけど、ちょっと早速、今回、ですね、まあ、やっぱりこのね、豪邸の中にあるべきヒカキンさんの、そのお家というものは、やっぱり輝いてなければいけないと。なので、前僕が多分、動画で作った、そのヒカキンさんの家っていうか、再現したワールドがあるんですよ。よかったらちょっと見ていただけると嬉しいんですけど、その動画もね。いただけると嬉しいんですが、今回こちらですね。はい。もうこの、これでなんとなく分かっていただけると思うんですけど、こういう感じです。はい。まだ実はまだ、未完成でございます。もう、てか、かなり未完成です。はい。やっぱりヒカキンさんの、まあ、作った家の感じはそのままにしてみた、したくて、一応、その作りは一緒にしてあるんですよ。でも、ちょっとやっぱり見た目をやっぱり黄金。やっぱりヒカキンさんといえば金ということで、金ピカの、家。にしてみました。これゴールデンブロックなんですよ。実際に本当にゴールデンブロックっていうブロックで。で、さらに、車も、3台。まあ、東京都心なんでね、ヒカキンさんはバイクに乗ると、あ、バイクじゃない、タクシーに乗ると思うんですけど、まあ、このバイク、車、はい、乗ることができますと。で、こういう感じで、走ることも、できるというわけですね。はい、こういう感じで、走らせることもできるんですが、ほら、ほら。これいいよね。こういう感じでお出かけしていただいて、はい。ちょっと、これ操作が難しいんだよね。で、ここで、このまま、まあ、戻っていただくという形ですね。ちょっと、これちょっと、止めれねえから、これで行きましょうか。で、降りると。よいしょ。あら。うん。いいインテリアだ。こういう感じで、ベンツとかね。で、さらにこれね、これ僕の中で FD だと思ってるんですよね。はい。FD 分かる方は、多分分かっていただけると思うんですけど、僕 FD 大好きなんですよ。だから、FC より僕 FD 派なんだよね。で、ここを、まあ、入りますと。はい。入りますとですね、実はまだ未完成って言ったのは、内装が全くの未完成でございまして。はい。まず見ていただきましょう。はい。こういう感じの、まだ内装でございますね。はい。一応もう、大きさとか、壁、窓の感じ、ちょっと変えてますけど、まあ、基本、ヒカキンさんの、マイクラのワールドね。ヒカキンさんの、感じを似せて。で、まあ、クマをここに置いて。で、ここにね、ほんとはカメラ置きたかったんですけど、カメラがなくて、ちょっと後でお見せするんですけど、こういう結構リアルな家具とかね、置けるんですよね。スイッチと、これ一応撮影部屋じゃないんですけど、2階に一応撮影部屋を作る予定です。一応まあ仮というか、まあ撮影以外にもヒカキンさんスイッチで遊んだりするかなということで、一応ここに置いてあります。はい。で、ここが一応撮影ということでね、ここでいつもブンブンハロー YouTube と、多分確か座れるよね。こうやってやってす、ちょっと待ってね。これやると、あ、こういう感じで座ることができると。はい。こういう感じで座ってるんですが、これで、まあ、ブンブンハロー YouTube と、撮影するっていう感じですね。はい。で、ここま、一応水槽と。まあ、水槽は、多分ないとは思うんだけど、まあ、一応、ね、豪華に。で、テレビと。で、テレビのいっぱいあるんですけど、ね、はしごを登っていただいて、ここはまだ、未完成です。はい。ここも未完成です。ここ。だから、実況部屋がちょっと狭いんだよね。だから改造しようかなと。地下とかにちょっとね、作って、ヒカキンさんのその実況部屋を地下に作ったりとかね、ちょっとしてみようかなと。で、上も、まだ、制作途中なんですけど、一応ね、ちょっとおしゃれな鉄格子あったので、今回こちらの鉄格子を使わせていただいております。はい。で、とりあえず、家具の紹介をしておきたいんですけど、ここでいいかな、家具の紹介は。はい。まず、ベッドですね。ベッドも、ちょっとまだちょっと広さがあれなので、ちょっと置いてないんですけど、こういう感じで、ベッド置いてみましょう。はい。あら、ちょっとこれダメだね。これやると消えます。
それ以外消えないんですよ、ベッドって。よいしょ。これですね。普通に攻撃しても消えないんですが、これを使わないと消えないと。はい。だから逆に言うと、間違えて壊しちゃうってことはないんですよね。で、これを使うと変えることができると。色を。こういう感じで。はい。だから自分好みの色に変えることができてっていう感じですね。ベッドどこに置こうかな。まぁ、ちょっとそこら辺もちょっと色々考えつつですね。はい。で、かなり、材料が多いです。はい。多分英語で書いてあるやつが全部その、このワールドの、材料なんですけど、まあ、ここら辺ももちろんね、オリジナリティ溢れるものがあるんですけど、食べ物とかもね、ロブスターとかあるんですよ。ほら。ロブスター。はい。あるんですが、こういう感じでいっぱいあります。はい。車とかもあるし、テレビもね、面白いテレビもあるんですよ。こういう感じで。ほら。こういう、ちょっと、なんだろう。ゲーム、例えば、ちょっと待ってね。ゲーム実況者さんの部屋を作りたいんだったら、正直これかなっていう。これとこれのセットで。ほら。あ、これ、あ、上、上、まあ、あ、これいらないか。これはいらないか。これだけ。これでちょっと色合い変えたら、なんとですね。ほら。かっこよくないですか？これはね、ぜひちょっとヒカキンさんの実況部屋に置きたいなと思ってて。はい。だから、テーブル置いて、これ置いて、さらに、ゲーミングチェアなるものもあるんですよ。はい。結構あって、これもチェアだし、でもゲーミングチェアって言うとこれかな？こっちのイメージがあると思うので、まあこれ、まあでもこっちでもいいか。まあでも、これ？これ置いていただいて、みたいな。はい。これちょっと待ってね。こっちの方がいいか。ちょっと本当は、机置きたいんですけど、まあここに机置いて、このパソコン置いて、これで多分座れるよね。これも、あ、座れますね。はい。こういう感じで、ほら。で、実況すると。よくないですか？いや、これテレビ置いて早くちょっと置きたいな。ヒカキンさんの撮影部屋に。はい、こういうか。これはちょっと直しときましょうね。はい。ということで、まあ、こういう感じ。まだね、全然なんですよ、実は。ここも裏庭に出れるっていう形で。で、思ってるのが、で、ここも柵でね、その入れるようにしてるんですけど、ここに、作物。まあ、あったじゃないですか。ここにサトウキビと小麦。で、小麦。で、ここにパンダさんを買って、ヒカキンさんの、ワールド風にしようかなと、はい、思っております。この一角にね、要はヒカキンさんのワールドを持ってくるわけですよ。はい。で、あと竹も置きたいんですよね。ここら辺とかに。ここら辺とかにバーって竹を置いて、もうこの一角をヒカキンさんワールド。そしてこのお家の中もどんどん改造していって、まあ、かなりおしゃれな。で、中はできればヒカキンさんのお宅を再現してみたいなと思ってるんですけど、とりあえずヒカキンさんのストーカーですかって、いや、もうそれを言われたらあながち、なんともちょっとね、コメントしづらいんですが、あんまりね、その中で、はいって言うとさ、怪しまれるじゃん。今後警戒されるじゃん。で、ちょっとそれは、はいと、声を出して、はいとは言えないんですけど、はい、はい！ロブスターいただきまーす。はい。ロブスターそのままバリバリ食べるんだね。こういう感じで、お隣さんもありまして、まあ、お隣さんはね、本当にもう、リアルな、あーすごい！これ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 ！こういう感じ。こういう感じにしたいの。で、ここをゲーミングチェアにして、で、ちょっと変えれないこれ。あー、人のは変えれないのか、これ。なるほど。最初から置いてあるテクチャー、あ、変えれるじゃん。あ、でもこれ自体が変えれないのか。なるほど。あー、なるほどね。残念。変えれるの。うわー、いいな、オーシャンビュー！うわー、すごい、いいな、ここ、取り壊すか？でも、すごい広いですね。なんかもう、別荘みたいな感じかな。うわ、水。水じゃない。あ、氷で水、なんだろう。水族館みたいな感じ。わー、おしゃ、ちょっと、重い！待って、重すぎ。重すぎ、うちとしや。いや、すごい。うわ、おしゃれー！え、すごい！これ、影モッドとか入れたらもっと良さそうだね。はーん。わー、こういう感じで、これ結構高かったんですよ。言っちゃあれだけど。購入金額いっちゃうと、1400何円とか1600何円か。結構しません。でも、そんだけクオリティが高いという感じですね。だから、これ隅々まで見てもすごい楽しいかもしれない。ここも2階に繋がってんのかな、多分。いろいろ部屋があって、まあ、楽しめると。だからね、これ、このワールド実はね、すごい広いんですよ。はい。ちょっと見てみましょうか。ここもプールみたいな感じかな。ここ一角でして、実は。ほら。こういう感じで、船もあったりとか、本当にね、広い。あと、警察署とか、あ、そう。このコーヒーとかね、売ってるところもあるんですよ。まあ、コーヒーとか喫茶店みたいな、お店みたいなのもあって、ほら。こういう感じでね。はい。ああ変わっちゃった！あ、よかった。おしゃれじゃないですか。これで選んで、このハンバーガーくださいとか、買ったりとか。だから、これ友達と一緒に生活できたりすると思うんですよね。
このマルチプレイで呼べるので、でここもほらこのなんだろう、その僕あの愛知住みなんでね、そのなんだろう港港とかみたいな感じかな、こういう感じでほら船もあると、これはここから入れるのかな、発車したりしたらもっと最高なんだけどね、まあそれはさすがに無理だと。でクルーズできたりとかね、上でほらこういうとこでご飯食べたりとか、ほら広いとね、ほらいっぱいあるんですよ豪邸が。ここもなんか2階がもう庭みたいな感じになってるところとか、これなんだ、ハリボテすぎない？これは豪邸ん？あ、これ売り地みたいなか、あ、わかった、ここは自分で、あ、買うのか、わーすごい、これあれだ、なるほど、お金確かこれね、なんか多分買えるんだと思う、マネー払うと。でこれを要は自分のものにしていいと、要はあの売り地ですよね。で買ったらこれでもう自分で好きな風に作っていい。あ、そうだ、そんなんだったわ。あ、それいいね。でこれは最初からあの置いてあるからちょっと高いよみたいな感じだった気がする、お金が、金額が結構高めみたいな感じだったかな。だからあっちは居抜きっていうか、居抜きじゃないか、あのスケルトン的な感じだからね。うん、うわー、フェラーリもある、じゃフェラーリで行きましょうか。うん、フェラ、わー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 、ちょ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 、フェラーリで、これ毎回ぶっ壊すぞ多分。あー、フェラーリもう いかんいらんいらん。もう絶対クリエイティブモードの方がいい。はい、という感じで、ほら、そう、ヘリコプターもあるんですよね。これも乗れるかな？乗ってみようか。ヘリコプターだけ最後乗って。あ、乗れるわ。あ、待って、間違えない。まあ、行かないで！危ない。ちょっと待ってね。わー、すごい！待って、これで行けるか？で、前進める？進めるね。進んでる、進んでる。こっちの方が見やすいかな。いや、でもこれはこれでちょっと操作しづらいな。難しい。あそことか大豪邸だよね。まあ、ちょっと降りましょうか。はい、ということで、ちょっと何回も、はい、ということでと言っておりますが、まあ、こういう感じで大豪邸がある中に、一応、ヒカキンさんのね、ワールドというか、ちょっと作ってみました。超豪華バージョンのね。はい。なので、ちょっと、こういうところに、最初ここに作ろうとしたんだけどね。ちょっとやめときました。こっちに、一番端っこら辺のところにしましたけど。まあ、ちょっと、ここで、さらに、どんどん強化というかね、改造していって、まあ、理想のヒカキンさんのお宅にできればなと、はい、思っております。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ヒカキンさんの家はどこかわからない。迷ったよー、あったじゃあ、もう重すぎて、あれだからね、もう重すぎて、切れてるからね、これ。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。すごい、切れてる。